お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、グラチャレを、まあ、回る方におすすめのデッキをですね、紹介したいなと思います。で、デッキがですね、こちらのディガポイになります。で、まあ、ディガポイなんですけど、まあ、最近あれですね、常習性があって、オーブンじゃないや、これっすな、ファイヤースピリットが強くなりました。なんで、まあ、そのファイヤースピリットを生むオーブンをですね、採用しております。で、あとは、まあ、その代わりに防衛力高めのインドラを入れて、あとは、このバルキリーですね。こやつがなんかもともと強いんで、最近。もともと強いんで、まあ、こいつを入れてます。で、ネクロもなんか情報修正で、ネクロもそうっすね。ネクロも、あれなんですよ。HP が上がったんですかね。HP が上がって、ポイズン全部当たってウッドで、まあ、やっと処理されるのかな。ポイズンザップ、5ウッド、5ザップだと多分全部耐えるみたいで、結構なんか、まあ、厄介な感じになりましたね。なんですけど、まあ、ネクロに対しても結局バルキリーが強いんで、バルキリーを入れております。で、まあ、高回転リガポイなんで、まあ、どんどん攻めつつ守りつつですかね。で、ここでポイズン打って、よいしょ。まあ、ダクネだったらまあ、ゴレっぽいですけど、おっと。なんだよ。おいしょ。ここはもう、アイスピプラスのバルキリーで、まあ、防衛ですね。で、バルキリーが結局強い。で、あとはもうオーブンを出しとけば、あれですね。いつものなんとかなりますね。で、これは高回転なんで、結構、オーブンが溜まっていきます。今一つ目なんですけど、もう後半になるくらいまでには気づいたら二つかまあ三つ目が置けるくらいになるかな。なんで、結構、まあ、オーブンが、仕事をしてくれますね。で、まあ、そのオーブンで削れない分は、ディガーで、しっかり削っていきます。で、防衛は、まあ、インドラプラスの、まあ、防衛ポイズンも全然使っていて、いいんで、あとは、まあ、ディガー飛ばして、まあ、ダクネとかが出たらポイズンで、まあ、それ以外の、なんかまあ、メガゴとかだったら別にポイズン打たなくていいかな。なんで、ポイズン打って、ここは、まあ、ウッド裂いて、カード回し。おー、で、ここはまあ、バルキリーでいいか。よいしょ。で、まあ、オーブンも置いて、このベビトラのターゲット、あー、右に、あー、これやばい。これやばい。これやった。まあ、ここやったんですけど、まあ、なんとか、ファイスピで耐えます。ファイスピで。今のスケルトン、調子乗りましたね。一回後ろから展開ですね。あー、このライトニングが、なかなかシービュー。まあ。ここは一回後ろから形作って、バルキリーが橋に渡ってからディガーで。そうすると、バルキリーがターゲットを取っているので、このディガーが殴れるはずなんですけど、これはダクネによって処理されますが、ですね。で、オーブン置いて、まあ、ライトニング受けるんで、ちゃっちゃ回していきたいですね。で、ここはライトニングって相手はコスト使ったんで、ここの、端前バルキリーインドラが思った以上に強いんですよ。これが。なんか、プラス後ろからこのファイスピが迫ってくる感じが、なんか相手からしたら結構しんどいみたいで。おいしょ。今インドラが刺さって、よいしょ。で、またインドラが刺さって、よし、じじ。端前バルキリーインドラは、まあ、やんちゃかもしれないですけど、意外と、まあ、オーブンが立っていたらですね、相手が後ろから、まあ、ラバだと防衛でインドラ使うんですけど、例えば、まあ、なんだろうな、まあ、残り数秒とかかな。一気に攻めたい時とかに、相手がゴール出した瞬間とかに、逆サイに、あれですね、バルキリーインドラの、まあ、ハイスピだったり、まあ、オーブンのハイスピで、奇襲をかけると、まあ、たまに、インドラが刺さって一気に持っていくこともできますし、まあ、バルキリーが刺さることもありますね。まあ、でも、あんましないかな。結構、普通にオーブン置いて、インドラとバルキリーと、まあ、ポイズンも防衛で使っていけば、結構、なんか、勝てるかなと思いますね。ここはスケルトン、プラスオーブンで防衛して、まあこれにディガーつけてあげます。で、バルキ、多分マスケットとかが来たらポイズンなんですけど、何が来るかな。
ハンター、ハンターにもまあポイズン打っておきましょう。で、今のハイスピが1体、ハイスピ1体がまあミリ残りのハンターをつけて1体が飛び込みましたね、タワーに。この1体のダメージが多分上がったんですよ。1962から1784。いやー、わかんない。わかんないですけど、結構削るんですよね。まあ、180近く削りますね。で、これも一発二発。いや、もうこれだけで言ったら360ぐらい。多分、計算できないんで。わかんない。削ってるんで。で、ここは、ディガー回ったんで、このバルキリーが橋渡る頃に、ディガーを。おー、なるほどね。で、この三重子がなかなかめんどくさいですけど、インドラとアイスピ。で、左が多分スケートを出してあげたらいいかな。よいしょ。よしよしよし。でもこれだけで、まあちょいと、ほんのちょいとダメージ受けますけど、全然怖くないですね、三重子も。で、これは、まあどっちか、どっち読み。さっき奥飛ばしたんで、今度は手前側にディガーを飛ばしてあげて、あー、これ美味しいですね。もう一発殴ってほしかった。まあまあまあ。で、バルキリーは2体の方に、三重子2体の方に当ててもいいですし、まああとは別に、あの、ポイズンでまあ2体を処理してもいいですし。よいしょ。ここは、まあ1体側にポイズン当てて、この2体側、あー、ホグ三重子ね。ホグ出てたわ。ですけど、まあ、ここは、バルキリープラスのインドラでダメージ受けつつも処理します。で、ここはタワー裏ですね、リガを。で、オッケー。まあ、右側を落としたんで、あと左側をですね、もう全力防衛ですね。あれ、この方が美味しいですね。で、まあ、あとは、一応のコロコロをしといて、ここもオーブン出して、よいしょ。バルキリー出して。よいしょ。あー、うまい。そのハンターはうまい。けど、まあまあまあ。もう余裕ですね。もうこう、ホグ来て、もうオーブン出して、インドラでターゲット取っているんで、まあこのまま処理して、ジジですね。でもホグがいたんで、ちょいと、苦しい感じに見えたかもしれないんですけど、言うてっす。まあ普通にただ三重子だけだと余裕ですね。はい、ということで、次ですね。いやー、まあ、基本負けないですね。何がしんどいかな。で、この、しんどいのが、あれっす。ラバは全然、インドラいて、防衛ポイズンプラスオーブンが高回転でもあるんで、全然怖くないですけど、ゴレも、インドラの防衛ポイズン、もう毎回防衛ポイズンでもいいぐらいで、で、怖くなくて、一番しんどいのが結局、あれなんですね、スケーラーですね。スケーラーに対してが、マジできついぐらいですね。うん、めちゃくちゃきついわけじゃないですけど、結局、スケーラーポイズンされて、まあ、こっちはバルキリーで守ってもいいんですけど、そしたら結局多少ダメージ受けるんですよね。で、まあ、防衛ポイズンしても、結局、ポイズンプラススケルトンのそう、マジで思うのが、スケラに対して防衛ポイズンしても、そのスケルトンの出る位置によって、タワーに近かったら一発殴ってから、あいつなんかいなくなるんですよね。なんで、スケラに対しては結局ダメージ受けちゃうんで、しんどいんですよね。というのがあります。スケラ以外なら、勝てます。ね。はい。別にスケラにまあ絶対勝てないってわけでもないんで。で、ここは、まあ、ちょいとスケルトンで、このゴーストをスケルトンで囲むのもしっかり大事ですね。で、これはですね、こうなったらバルキリー2体に、バルキリー2体、ちょい、そんなんじゃない、バルキリーじゃない、右、左側の三重子2体にバルキリー当てたいんで、よし、あ、待って、この1体やだ、1体、この1体よくない、まあ。で、これはインドラプラスの、あ、インドラもいらないか。まあいいや。スケルトンを早めに出してあげたら、あ、ちょっと遅かったか。まあ。スケルトンをもう、あと 0.5 秒ぐらい早く出していれば、スケルトンが、1、2で分かれてて、
1体やられた時にもう1体戻ってきてもう1体戻ってきてダクプリを3回受けることができますね、っていうような小技もあります。あーこれは美味しい、これは美味しいですね。でこのゴーストはバルキリーで処理して、でこのままで、これをウッドであれですね、ダクプリの盾を剥がします。でこうなってきたらオーブンが今2つ目ですね、溜まっていきます。なんでこうなるにつれてオーブンがどん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 溜まっていきます。あ待って大丈夫、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。でここはまあ左はもう無視で、ああ相手ももうエリポン置いてきましたね。なんでここはやばい、相手めっちゃエリポン守りますね。これはまあこうしとけば負けることはない気もしますね。よいしょ。でこのアイゴレディガーもなんか地味にダメージ受けそうなんで、よいしょ、しっかり防衛します。でここの三獣士2体に徹底してポイズンか、まあ、バルキリーもあるんでしていれば、あこういうのなかなか厄介なんですけど、まあ怖くはないです。でこのダックプリ、ちょ待ってちょ待って、聞いてない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 、待って聞いてない、それは聞いてない、やばいやばいやばい。でここオーブン防衛、オーブン防衛、オーブン防衛、とっさのオーブン防衛、やばい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 、待ってそれ聞いてない、ガゴムレ折ったって聞いてないっすよね。いやー焦った焦った。でここのダックプリのダメージは許容ですね。いやーこれはなかなかのしんどいですね。これは一回ポイズンここで使って高回転で回したいですね。うわーずるいわー、それそれずるい。でこっちにコスト使っときながらのディガーで厄災で、よし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 、いやーまだここしんどいですね。結構ちょいとオーブン行くと左側にチェンジします。でバルキリーインドラ出して、多分これが相手後ろからファイスピが迫れば攻めるほど相手はしんどいと思うんです。ファイスピ早く出て、いやあーでこの右側はまあダメージ受けてないんで、お待って待って、これインドラが刺さってワンチャン持っていけ、よし右側はそんな警戒しない感じで、これ左側ですね、もう先にポイズン打って、うまい相手けど、まあ、バルキリーが強い。オッケーオッケーオッケー。一回守って、ここはアイスピ入っておいしいからの、入れ。入れ。アイスピ飛べ。このマスキ一体が厄介なんで、こっちにポイズン打ってきます。で、こうなると2体の方にダックフィールドがゴムできて GG や。っていうのが分かったんで、もう、やばい。分かったところで。よし。よし。あ、待って、ファイスピ優秀や。待てよ、ここは一回防衛ディガーでゴースト受けてあげて、まだ耐えます、残り1分なんで、こっちがスペルってかディガっぽいあるんで有利なのに変わりはないんですね。おーなるほどね、いやーこれしんどいな、これしんどいな、これはこここうや、よいしょ。でアイスピーで守ってオーブン、よしオーブンが強い。でここはディガー飛ばしてもう削りですね、多分相手も削りたいと思うんですけど僕も削りたいんで、でここはバルキリーで最後守って、いや守れない、いやおーちょっとびっくりしたものですいません。いやーなんじゃこりゃ、しんど。しんどいわ、なんか。何がスキャラだけやねん。三重心の方ガゴムレもなんかしんどかったですね。三重心、まあ、エリポンにポイズン打ったら厳しくて、まあ、三重心にポイズン打ったらガゴムレしんどくてって、まあ、そうですね。理想はバル、三重心、エリポンをディガーで壊して、まあ、三重心にバルキリー当ててガゴムレに、まあ、ポイズンが理想かな。いや、まあまあまあ。そう、枯渇させるのがまあ三人死なんで、まあ、しょうがないですね。で、まあまあまあ、言うて勝てないことはないんで。はい。ということでですね。
結構グラチャレだと、まあ、安定するかなと思いますね。あの高回転三重子もグラチャレだと12回して、まあ、この、まあ、ゴゴムレ三重子が3回来るってことはないと思うんですよね。なんでまあ1回負けたとしても、まあ、3敗しなければいいんで、はい、グラチャレでは結構いいデッキかなと思います。なんで、まあ、グラチャレだったり、まあ、クラシックでもですね、使う際はぜひ使ってみてもらえればなと思います。ということで今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではでは、バイバイ。